疲れちゃう。久しぶりのふなっしーで、動画もなんか久しぶりなんか今年入ってからサボりすぎじゃない？動画ね、そういうの一個だしね。ほら、郵便局屋さんのワンボックス赤が超色あせてピンクみたいになってたちょっと暖かくなってきたけど、寒いね。なんか俺今年になってから3本ぐらいしか出してなくね、俺動画ね、許して。今日どこだっけ、朝ね、朝はどこ行ったっけ。あれだ、渡辺美里、朝美里行って、でふなっしー、ね、プロちゃんバッテリー大丈夫かな。あんま残ってないと思うんだよね。とりあえずなんかすげえ眠いからさ、現場着いたら寝よう。お昼寝、お昼寝しよう。357混んでたよね。まあいつも混んでるんだけどさ、いつもにも増して混んでたよね。おばちゃんウインカー出さなきゃダメだよ。遅かったよ。ここもなんか今日車多いね。まあいつもなんだけどさ。あと10分ぐらいで着くね。それまで多分 GoPro じゃ持たないから終わりね。動画出さなすぎて忘れられてんじゃないかしら。ね。動画出さなすぎて忘れられてる。あれ？これファミマ新しくできたんじゃない？違うっけ？あれ、こんなとこにファミマあったっけ？あったか。久しぶりすぎて忘れたよ。
きはいいんだけど、帰りがね、帰りがすげえ混むんだよね。帰りが、その、そっちからさ、屈折してくんのがさ、なんか1時間ぐらいかかるからね。それ言い過ぎか。なんかこの、あっちのさ、ね、あっちからビューってこうずっとさ、来る道さ、ほら矢印がないけど右折車がいっぱいいるから混むんだよね。そう、右折車がいるのに矢印ないしさ、一本道だしさ、そう。しかもみんな譲り合いすればさ、もっと混まないはずなのにさ、夜勤になってみんな車間詰めて誰も譲ってくんないじゃん。だから結局右折車1台でさ、ね、信号1回変わって、また次右折車いたらまた後ろが詰まって信号止まってってなるからさ。ね、お互い譲り合いすればもっと流れると思うんだけどね。やべ、ふざしの悪口言ったからもう終わりって。クレーム来たら大変だから、はい、クレーム曲がるよ。まっすぐ行くとあのほらパチンコ屋さんのところが超狭いからさ。しかもすげえ混んでるしさ、ね、こっちから行っても左曲がるとこは超狭いんだけどさ、よし、してない？大丈夫だね。よし、行っちゃうよ。ごらん。この信号左行ってもいいんだけどさ。この信号も信じられないぐらい狭いからさ、曲がりたくないよね。これとか完全にやばいよ。こんなの曲がれないよ。お、ほら、おまわりさんいる。事故かな。ほらウィンカー出しなさい、ウィンカー。あなた左ウィンカー出たよ。なんだ。おっちゃん、ウィンカー逆でしょ。ちょっと大丈夫。今ウィンカー左ウィンカーだったよ。信じらんない。あ、やった、右折していない。よかった。ここ右折していると信じられないんだけどな。ラッキーだね。右折していると死んじゃうからさ、そこで。むしろ、大型が右折にいたらもう無理やよ。無理じゃないけど死亡するよ。現場着くから終わり。疲れちゃう。
ここはこれ何の木だろう、桜じゃないのね。桜だったら春になったら綺麗だよね。さあ、対向車来ないでよ。こう膨らまないと曲がれないんだよね。ああ、来ちゃった。ちょっとごめん、行かして。ちょっとごめんね。ちょっとごめんね。ちょっとごめんね。レクサスさんごめんね。ごめんね。ごめんね。よいしょ。ね、もっとカーブ緩く作ってほしいよね。信じらんない。だから終わり。疲れちゃん。お疲れちゃん。終わり。疲れちゃん。髪、今度こそ髪切ったよ。なっちゃんに切ってもらった。あれ撮ったっけ？もう撮らなすぎて忘れたよ。あれってお化けが映ってたよ。なんかさ、違うの。俺さ、あ、ごめん、ゲップした。あの、動画撮らなすぎて、あの、ハッピーバースデーの方がさ、なんかいた気がしたんだけど、ちょっと俺、わかんない。もう一度コメントください。ね。あれ、歌ったっけ？なんか、歌い足りてない気がするんだけど、わかんない。ちょっと、ね、動画久しぶりだから許して。なんで、来週、歌い忘れの方がいたら、来週歌います。ちょっとそろそろ呼ばれるからもうおしまいね。お疲れちゃん。明日俺トラックから3ヶ月点検でさ、2連休だからさ、また月曜日どこか分かんないけど、また来週ね。まぶしゃーまぶしゃ。だから終わり。お疲れちゃん。